国際電話001番が1日中割引で夜11時から約半額になる KDD ファミリートーク。今なら僕が作ったオリジナル中華丼をプレゼント。お申し込みは中でできるようにということですね。坪倉さんもやるんですか？やります。はい。ここはいつも今一人しかいらっしゃらないけども、普段はどうなんですか？この部屋は。まあ入れ替わり立ち替わり、自分の空いた時にでも来て。好きな時に来てやるということですか？はい、ちょっとお話を伺ってよろしいのでしょうか？今はどんな修行をされてるんですか？マントラです。マントラを込めて。はい、今は青梅を随分こういうふうに追い込まれた状況なんですが、はい、それについてはどう思いますか？あんまり関係ないです。と言いますと、でもあなた所属している団体ですけど。はい、あなたの目標は何ですか？最終的な目標は。死を超越することですね。死を超越することです。死を超越する。激気、まずいですか？申し上げたと思ってる。わかりました。すいません、ちょっと修行させたんで、いろいろ伺いたいなと思いました。気持ちはわかりますけど、今日はこういう趣旨でありませんから。わかりました。すいません。わかりました。はい。こちらは何の部屋ですか？ここは漫画アニメ制作室。オウムのいろんなビデオのそのアニメとかありますけども、はいはい、じゃあここで大体制作してるんですか？そうですね。ちょっといいですか、カメラさん。一応これはこの刈谷事件の真相というビデオがありますけど、これは何なんでしょう？私見たことありません、ね。初めて見ました。これもアニメなんですかね？いや、これアニメじゃないです、ね。じゃない、一般の映像じゃないですかね。そうですね。教団じゃあ今度作ってるんですね、こういう。これ調べたのかな、皆さんが自分で。ちょっとこれ分かりませんけど。初めて見ました。4階に来ました。ここはいくつかのかなり小部屋に分かれているように見えます。4階に来ました。倉庫ということでいろんな機材関係が置いてあります。こういった機材ですね、こちらにはテープも随分いっぱい並べてあります。ちょっと奥見せていただいていいですか？あの辺のじゃあ机で皆さん座って、そのシナリオを書いてるということですか？まあその勉強したりですね。ちょうどこの窓から見るとこちらに建物が見えますが、ここがいわゆる第一サティアンですね。この3階ですから、そこの窓、窓のところに蚊帳みたいのが貼ってありますけども、この3階に石井久子氏がいるというふうに言われています。現在腎臓が悪いということで療養中ということです。この窓から見るとよくわかるんですけれども、かなり大きな建物ですね。で、上にはご覧のとおり大きなアンテナがついています。第一サティアン今回は公開されていません。今はここは石井久子氏の個人用の住居ということで、今回の公開の対象からは外れました。こちらもかなり細かい部屋に分かれています。この辺は信者の方の衣服ですね。皆さんの着てる服、私物って書いてありますね。という方の洋服なんでしょうね。こういったものに入れてあります。ここにもやはり名前が書いてあって、自分のこれ服なんですね。こういったところに保管してありますね。やはりこちらで修行するんですね。見てください。こういった100回記憶収集本 A ってなってますけども、これ記憶収集本ちょっと見ていいですか？これいいですか？100回記憶集中ってなってますけど、これは100回読んで覚えると。そうですね、目標100回とできたら声に出して。荒木さんもやりました？ちょっと私も多少やっております。じゃあちょっと待ってください。ちょっとここですね、最近のニュース。これはいろんな局のテレビ朝日のニュースステーションもありますが、ビデオが並べて、ありますね。これは何なんですか？これは一連の事件の、を取り上げたニュースを、A チェックしてるんですけども、それをまとめたものですね。我々の番組のスーパーモーニングもご覧の通り、エアチェックされていました。これは何、皆さんじゃあ毎回毎回見てるんですか？
見てるというかそういう専門にこれを収録しているチームがありますので、はあ、青山にもございますし、はあ、これはそのつまり報道系の番組全部毎日チェックしてるんですか。すべて、はあ、でそのこうやってあの 録画されて残ってるのは何かその日に意味があったとかそういうことになるんですか。はい、この5月15日スーパーモーニングってなってますけども、いや毎日全部残してます、うん、全部残してる、オウム真理教関連ニュースは全て収録されてます。はあ、そうですか。あの荒木さん自身もやっぱり見てらっしゃいます。私は見てます。ああそうですか、あそれぞれなんかいろんな局の特色あると思うんですけど、テレビ朝日はどうですか。いやそうですね、まあ、朝から晩までいろいろ違いますけどね朝はいかがですかそうですね、お願いしますまあとにかくいろいろこうチェックしているということですね。これは驚きました。ずいぶんいっぱいあるもんです。こういったあのホームビデオもずいぶんね、ありますけれども、これ何台ぐらいあるもんなんですかね。どうでしょうね、ちょっと数は分かりませんけど、結構あるんじゃないでしょうかね。これあの例の強制捜査の時皆さんねこれで撮ってましたけど、こういうのはなんていうのかな、あの使い方とか皆さんマスターしてるんですか。ちょっと私はできませんけどね。ずいぶんいっぱいありますねこれもね。わかりました、これ出ましょう。ここにお願いと書いてあって、湿気が中に入ると機材に良くないのでドアは必ず閉めるようにと、まあ、きっちり閉めてしまうと開かなくなるというふうにも書いてあります。あの、各局の番組のビデオは全部置いてあるんですよ。そうです。これはですね、89年にサンデー毎日で戦えたぐらいからですね、オウム関係のことがマスコミで出ると全て録画してですね、昔はよく裁判を起こしていたんですね。まあ、最近はもうそういうことは一切できなくなってしまいましたね。 100% 悪いことが表に出てるわけですから。でも未だにそういうことをやってるんでしょう。南青山で、でもですねチームがあって、オウム関係のことが載った、番組は全て収録してるんです。一応お入りください。はい、じゃあこれは補足でいいんですか。1階の食品倉庫に入りました。食品倉庫の1階です。ご覧の通りこういったですね、あこれウーロン茶ですね、ウーロン茶10キロが入っている段ボールが、これ全部で100個ぐらいあるんでしょうか、もっとあるかもしれません。こう無数に天井近くまで並べてあります。ものすごい数です。ウーロン茶の袋です。中は非常にひんやりしています。やはりここは本当に倉庫という感じですね。すべて鉄骨もむき出しで、天井もやはり比較的高め、3メートルぐらいはありますね。あ坪倉さん、はい、ちょっと教えていただきたいんですけども、はい、石井さんってあそこの第一作業に今もいらっしゃるんですよね。あ石井のこととこの倉庫のことは全然別個なんでいつ以来会ってないですか。はい、いつ以来会ってません。教えてもらえませんか。パス腎臓が悪いっていうふうに聞いてるんですよ。パス。そうですか。はい、わかりました。からこれは何だろう。これあの防腐剤が下にずっと敷き詰められてますね。この防腐剤の上におそらく彼らのこれあのいわゆるおまんじゅうみたいなあの食事をここに入れて保管しているのかもしれません。ちょっと狭い階段ですが上へ上がっていこうと思います。ここは倉庫ということもあってほとんどあの照明がないんでかなり暗いですね。それからここですけど、これは何だろう。これ厚生省って書いてあるんですね。で中身なんですけど、ちょっとこれテープが貼ってあります。ちょっとここ開くかな。あちょっとこれ見えますか。ちょっとねこれちょっとオレンジ色をした濁った液体なんですけど、これは何でしょうね。これあのワックスか何かでしょうか。ちょっと匂います。食品ではないようです。グルって書いてありますけども、ちょっと何ですか、厚生省グルというふうに書いてあります。それからここにはやはりあの例の PSI のこれ据え置き型、かなり大きなやつです。こういったコードが伸びてまして、この先に PSI をつけるということですね。そうですね、ちょっと見てください。パーフェクトサルベーションイニシエーションバージョン151ってなってますね。
でこれ時間強さが100、長さ1経過時間 295.05 残り時間 4.55、予定時刻入ってます。強さが100、長さ、これがそのおそらくパーフェクトサルベーションイニシエーションのこれとつながっていてその状況、だとデータだと思います。これがその電流の強さなんでしょうか、こういったものがつながっています。ここにはサットバレモンご自由ってなってますね。サットバレモンだ。これ例のキリストのイニシエーションの後温熱療法をやって、サットバレモンその時に使うっていうふうに言われてました。これがいわゆるサットバレモンなんですね。これ確か汗のですね出を良くするというふうに言われてます。こういったもの使ってるんですね。こういう袋状に、あでもこれかなり匂いますね。薬品の匂いがします。サットバレモンが大量に積み込まれている缶です。ここが最上階になるようですね。この食品倉庫の最上階です。これは上のが何て書いてあるのかな、あれ加糖ってありますね。加糖ですか、この横の箱は香料ってあります、香料が入ってる、このいつも密閉してるのはネズミが入らないように。そうです、当面使わないものばかりですので、やっぱりネズミは多いですか、ここは若干多めに若干出てきちゃう、いらっしゃってます。なるほど。普段はこのように密閉してネズミが入るのを防いでると、そういうことでよろしいですか。そうです。なるほどね。はい、わかりました。今日の公開に際しまして、はい、なぜ公開したかということで、教団側はその教団施設内に危険なものは存在していないことを示したかったんだという趣旨だったんですが、見せるんだってその調べさせてほしいですね。ジョジュさんは今日のこの皆さんのマスコミに見せるということについては、今日については何というふうに言ってました。最初にこういう形で来たんですけど、って言ったらああそうかという感じで、どちらかというと別称の方と覚えてますんで、じゃあ特にそれ以上のことは言ってなかったですか。現在午後6時20分です。たった今今日のこちら富士山総本部のマスコミに対する公開が終わりました。しかしながら我々が入れたのはこちらに見えるこの道場と、そしてその奥にある第4サティアン、さらにあそこちょっとだけ見えますが倉庫だけでした。さらにこの建物の中での信者に対するインタビューはできませんでした。そして注目のあの奥に見える第1サティアン、石井久子氏が今も療養していると言われていますが、そちらへの立ち入れは禁止されました。実際に我々が本当に見たいというところには入れなかったという今日の公開でした。明日は午前10時半から上久石木村で各サティアンの公開が予定されています。はい、まあ、公開されたんですけれども、はい、まあ、今山口さんが言った通りね、見たいところはやっぱ見えないし、まあ、ある制約をしていると。だからまた、決まった案内係の人は、まあ、とは喋れるんだけれども、はい、一般信者とは、まあ、喋れないみたいなところがあって、だからどうせやるんだったら全部オープンに、ね、吉永さんしてほしいなと思います ね、 やはり本当にあそこで今だに、ね、生活している生の声っていうのを聞きたいですよ ね、 そうですね。やっぱり作られたものしかこう私たちの方に入ってこない。それにやはりこう共通の施設あるでしょ、スタジオとか、そういうとこ、はい、道場とかは綺麗になってるんですけど、その本当に個人の生活の部分っていうのは粗末ですよね。やはりその個人の人間っていうのが非常にこう大事にされてないんだなっていうか、まあ、それを疑問に思わないというところがまた不思議なんですけれどもね。やっぱりもうちょっとこうなんか個人の生活プライバシー、そんなことが全く基本的な人権がなかなか確保されてないところだなっていう印象を受けましたけれども ね、 そうですね。出家信者の方の中に私服着た人もいましたよね。瞑想してたね、修行してたね。こういう修行服着てる人だけじゃなくて、ああいう人はどこから来たのかなっていうまた疑問も生じてしまうんですけれどもね。でも今までだったら信者も突然こう公開する前に連れてきてということが、前日に連れてきてということがあったということなんですけれども、鈴木さんこの辺どう思いますか。そうですね、先ほどねインタビューに答えようとしていて止められた、信者の方ね、私服でしたよね。どうしたんですか。まだ出家してなくて、ただ出家する前段階の修行としてやってきてるのかもしれないですね。そうやっぱ在家信者がそこに修行しに来てると、それから私たちのねテレビも番組も毎日見ていただいてるようでね、本当にビデオにまで撮って関してあるんですね。驚きました。雑誌それから新聞、全て関連記事には、ね、はい、ビデオにはね、そうですね、全て収めてあると、はい、いうことなんですけどね。
はい、昨日はですね、富士山総本部、それから、倉庫、そして第4サティアンの方を公開しました。第1サティアン、石井久子氏がいると言われていたんですが、はい、こちらは公開されませんでしたね。で今日なんですけれども、第8サティアン、それから第5サティアン、第3サティアンの方を、10時半から公開してくれるということですので、その模様はまた明日お伝えしたいと思います。はい、さて続きまして、そのオウム教団の顔なんですけども、上祐緊急対策本部長ですけども、まあ、この事件に関与したという疑惑が浮上してきました。周りの幹部の方がたくさん